あ、もしもし。はじめまして、梅原ですけども。あ、よろしくお願いします。あなたの居場所という、団体名ですね。じゃあすいません。団体の主な活動について教えていただけますか。あ、ごめんなさい。ちょっと待ってくださいね。ごめんなさい。ちょっと待ってください。ノイズキャンセル。すいません。ちょっと待ってくださいね。ノイズキャンセル、今、ちょっと解きますね。すいません。お待たせしました。はい。しょうか、大丈夫そうでしょうちょっか。と待ってくださいね。声聞こえますか？はい、聞こえます。すいません。このコメントに。あ、大丈夫？大丈夫そうですね。はい、大丈夫です。お願いします。団体の主な活動について。お願いします。はい。我々 NPO あなたの居場所と言いまして、24時間365日、年齢、性別問わず、皆さん相談できるような、そういうチャット相談窓口というのを、運営をしております。で、厚労省の登録窓口になっておりまして、一応、自殺対策ということですけれども、我々の相談窓口に寄せられる声、死にたいという相談以外にも、例えば虐待、DV を受けているとかっていった相談でしたり、誰かと話したいとか、漠然とした不安、ストレスを抱えていると、そういうような、相談もすごくたくさん寄せられて。24時間世界中にボランティアおりましてですね、特に相談の増える時間帯、夜の日本時間の夜の10時からは、海外に住んでる日本人の、カウンセラーが、相談に応じることによって、24時間、なんとか厚労省の登録窓口としては唯一24時間チャット相談をやっているという団体になります。海外に住んでる日本人と連絡を取るんですね。そうですね、やはりこの一番相談が増える時間帯っていうのはですね、日本も当然深夜帯になってくるんですけれども、その時間帯、時差を活用することによって、一番相談の、体制が拡充する必要があるときに、その時差を活用することによって、なんとか、相談を確保するということで、時差を活用してやっておあ、りまなす。るほど。そしたら、主に、どういうところにお金がかかってくるんでしょうか。そうですね、やはりですね、我々24時間ずっと365日、この年末年始もですね、ずっと相談窓口を開け続けなければいけないので、やはりそうした人件費だったりとかですね、事務所の費用だったりとかでもかかってきておりまして、例えば都道府県それぞれ命の電話という電話相談の窓口がありますけれども、1つの都道府県で電話相談窓口を運営するだけでも、やはり5000万ぐらいのお金が年間必要になってくるんですそね。んなにチかかャッるトんで相す談ですね。と、やっぱりサーバー代とかいろいろ、そのネット環境の整備も必要ですし、端末の整備も必要ですので、やはりそういったところにもお金がかかってくるということになります。で、活動していて困っているところというのはどういったところでしょうか。そうですね、やはりものすごく相談が増え続けています。3月からですね、11月の頭までだけでも2万6000人の以上の人が相談に来てですね、寄せられたメッセージでは30万件を超えるんですね。でも相談がどん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 増え続けて、自殺者数も増えていると、昨年と比べて増えているという中で、やはりそのもう急増する相談になかなか対応が追いつかないというようなことがあったりします。これはどこの相談窓口もですね、大変残念ながら、勇気を持ってせっかく相談してくださっても、すべての相談を受け付けることはできないんですね。これは本当心苦しいんですけれども、我々、厚労省の登録の窓口では一番応答率が高いんです。それは既存の相談窓口さんは、チャット相談とか SNS 相談であっても、基本的に相談員は事務所に出勤をしなければいけないんですね。ただ我々はそのオンラインで、全てオンラインで相談対応可能ですので、そういうふうに無時差を使ってできるっていうのも、そういうところもあるんですけれども、なんとかそういう全てオンライン化することによって、高い応答率維持できてるんですが、その応答率も、もう相談数が急増することによってちょっとだんだん下がってきてますので、そういったところはやっぱり一番大変というか心苦しいなと個人的には思うところですね。なるほど。この
相談っていうのは、皆さんボランティアの方なんですか？相談員というのは。そうです。相談員はもう皆さんボランティアで、それぞれお仕事を持っておられて、まあ、お医者さんがいたりとか、看護師さんいたりとか、大学の教員がいたりとか、もう普通の会社員の方、主婦の方もいたりしますね。じゃあ、特に資格というか、まあ、その、ではなくて、まあ、こう、やる気のというか、協力したいと思う人たちを雇うというか、まあ、ボランティアでやってもらうっていう感じなんですね。もちろん研修とかですね、まあ、面談を受けていただいて、まあ、合格をしていただいた方、そしてしっかりまあ研修を受けていただいた方が、まあ、相談員にはなれるんですけれども、基本的にはもう皆さんボランティアで、それぞれお仕事がある中で、空き時間誰かのためにということで、相談に応じてくださっていますね。なるほど。そしたらコロナによって何かこう影響っていうのはありました？もうそもそもこれだけの相談が来ているということ自体がコロナの影響があるのかなというふうに思います。で、相談の内容もすごく変化してきてまして、例えば4月とか5月の時点は、緊急事態宣言が出て一斉休校になって、育児と家事のストレスとか学校のいじめの問題とか、かなり具体的な問題だったのがですね、7月末以降、芸能人の方が亡くなられたとかっていうこともあって、もう漠然とした不安を抱えているとかですね、もう本当にそのストレスっていうのは一つではなくて、自殺に追い込まれる原因とか動機も一つではないので、もう複合的になってきてましてですね、もう漠然として死にたいと、そういう相談がすごく増えてきているっていうのはもうありますね。なるほど。じゃあ、リスナーの結構、まあ今だと6000人くらいなんですけども、リスナーの方結構、まあ聞いてくださってるんで、何かこう伝えたいことがあれば、いい機会なので。そうですね。リスナーの方、やっぱり男性の方が多いんですかね。圧倒的に多いですね。なるほど。ですね、我々に限らず、どの相談窓口も大体8割ぐらいの相談師さんは女性なんですね。ただ、自殺される方の7割は男性なんですね。で、ここはですね、やはりですね、特に男性の方は、例えば男は強くあらなきゃいけないとか、そういうような、まあ、固定概念みたいなのがやっぱすごく社会の中にあって、なかなか男性は特に相談しづらいっていうのがあるんですね。あと男性はその既遂率といってですね、まあ、例えば飛び込みとか飛び降りとか、まあ、亡くなってしまう可能性の高い手法を自殺の時に取るというふうに言われていまして、本当に追い込まれるまでなかなか相談するということができないんですね。すごくまあスティグマという、まあ汚名というか偏見がものすごくある。ただですね、相談するっていうのはもう誰もが相談する権利を当然持ってるし、それはもう全く恥ずかしいことではないので、もうどんな些細なことでもいいので、どうかこう本当に追い込まれるっていう状況に至る前に、もうこういう相談窓口ぜひ積極的に利用していただきたいなと思いますし、まあ、今はまだ大丈夫とかですね、私自身は大丈夫とかってそういうふうに思われてる方がいたら、もしそれはそれでいいんですけれども、もしもの時にこういうふうに相談できる場所があるっていうことをぜひ知ってほしいし、そのことを周りの方にぜひ、まあ、広めていただきたいなとかは思いますね。例えば、すごい、まあ、本当に追い詰められる前の相談だったなっていうので、軽いものだとどういう相談があるんですか？ですね、本当にまあ誰かと話したいですと、そういうような相談もあります。ただですね、我々はまあそのトリアージュを常にしておりまして、まあ、自殺とか虐待とか DV、 そういった相談はまあ自動的に優先順位が高くなりますので、どうしても誰かと話したいとかっていう相談はまあ残念ながら後回しになってしまう。それはシステムの都合上そういうふうにトリアージュをしていかないといけないので、ただそういう相談もよく寄せられますね。ああ、なるほど。まあ、だから、まあ、実際にそれが、対応してもらえるかどうかっていうのは、その時の、まあ、まあ、状況によるけども、まあ、そのぐらいの感覚の人もいるよっていうことですよね。本当に気軽に、とにかくよく寄せられる声はですね、自殺とか DV とか虐待とかそういう問題を特に抱えてないんですけれども、相談してもいいんですかとかっていう声がすごくよく寄せられるんですね。ただもちろんそれでいいんですね。具体的な問題抱えてなくて、なんか漠然とこうモヤモヤするとか不安を感じるとか、そういう、もう相談でも、もう全く問題ない、むしろそういう相談、そういう状態で相談してくださる方が、まあ、ありがたいと思いますので、ぜひぜひそういうのは相談してもらいたいなと思いますなね。るほど。まあ、深刻な状況になる前に、まあ、解決した方が当然、あれですもんね。まあ、なんか、こう、対応も楽ですもんね、お互いね。
そうですね、うん、でやっぱりもうこういう相談窓口の存在があるっていうことを知っておいていただくだけでも日常生活の中で、まあ、少しこう心にゆとりとかができるのかなと思いますし、まあ、逃げ場というかですね、なんか心によりどころみたいなのがこういう場所もあるんだっていうことを知ってもらうってもすごく大事かなと思いますね。はい、わかりました。今後の活動のなんかこう目標とかそういうのっていうのはありますか？まあ、私自身今大学生なんです、はい、で僕はもういろいろこれまで家庭の問題含めていろいろ問題を抱えていて、その中で僕はこう偶然高校3年間同じ担任の先生と出会えた、その先生が本当に親身になって僕のことを助けてくれたので、文字通り今本当に命があるんですね、うん、で受験もできて、僕今も慶応大学に通ってるんですけれども、そういうふうにどん底から、まあ、なんとかこう助かった、それはただその奇跡的な出会いなんですよね、うん、そういうふうな先生と出会うっていうのは奇跡であって運偶然なので、こう問題を抱えた人がその奇跡とか運とか偶然によって信頼できる人と出会ったら助かるけれども、そうじゃないと助からないっていうような今の社会の状況おかしいということで、まあ、必ず問題を抱えた人が必ず信頼できる人にアクセスできる仕組みが必要だということで、このチャット相談をやってるんですね、うん、なのでやっぱりこうした相談窓口を通じて、我々望まない孤独って呼んでるんですけど、その話したくても話せないとか頼りたくても頼れないっていう状況をなんとかこのシステムを使って、まあ、なくしていきたいなっていうのは思いますね。なるほど。そしたら、最後にその、今の質問の内容以外で何か話したりてな足りないなとかそういうことがあれば、お話しいただきたいんですけど、何かありますか？そうですね、僕よく、5秒間周りを見渡してみてくださいっていうことをよく言うんですけれども、うん、っていうのは、もし余裕がある方はもちろん大丈夫なんですけど、5秒間皆さんのこう周りの人の顔を思い浮かべていただきたいなと。それは当然オフラインでもそのネット上の友人関係でも全く問題ないんですけれども、5秒間周りの人の顔を思い浮かべてみて、なんか最近連絡取ってないなとかっていう人がいたら、一言とかでみんな元気とか、今年始なので明けおめとかでもいいので、声をかけてもらいたいなと思っていて、その声をかける誰かからメッセージが来たっていうことによって救われる人はたくさんいると思うんですよね。で、ぜひそういうか5秒間ちょっとこう周りを思い浮かべて、余裕があったらぜひ声をかけてもらいたいと思いますし、自分自身もちょっとでもモヤモヤしたり不安を感じたりストレスを感じたら相談窓口でもいいし周りの方でもいいので、もう本当に頼ってもらいたい、頼るっていうことは恥ずかしいことではないので、ぜひぜひ相談窓口とかっていうのも積極的に利用してもらいたいなと思います。はい、わかりました。じゃあすいません、どうも貴重なお話ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました、はい、すいません、じゃあ失礼します。はい、はい、というわけでして、これで、はい、チャリティートークは全部ですね。はい、一応これでチャリティートークはすべて終了しました。なので、雪山をやる前に、25分再開ですか？なので、まあ、25分ぐらいですかね。休憩します。はい。なので、そっからまた再開という感じで。いいですかね。じゃあ、はい。しばし休憩で。はい。皆さん、また後ほど。